川又淳子は、日本の政治家、歯科医師。栃木県那須から須山市長。元那須から須山市議会議員。栃木県那須から須山市出身。1979年3月、栃木県立から須山女子高等学校卒業。1985年3月、日本歯科大学歯学部卒業。同年4月、日本歯科大学病院小児歯科教室に勤務。 1988年から聖火の川又市会員に勤務。2010年4月、ナスカラスヤマ市議会議員に初当選。2014年、再選。複数の同級生が近隣の学校の校長に就任し、今なら連携しやすいと考え、2017年4月、人気満了に伴うナスカラスヤマ市長選挙に立候補する意思を固める。同年8月21日、 立候補することを正式に表明。8月31日、市議を辞職。第48回衆議院議員総選挙の影響で、市長選は1週間前倒しされ、衆院選と同じ10月22日に実施された。川又は自由民主党、公明党の推薦、市議17人中15人の支持を受けて、立候補し初当選を果たした。これにより、 県内初の女性市長が誕生した11月6日市長就任2021年再選ありがとうございます。